はいどうもケマイです。今回なんですけどもホグワーツレガシー買うか買わないかという話をしていきたいと思います。はい、もういよいよ発売が控えたホグワーツレガシーなんですけども、こちらのゲームね2月10日に発売します。なのでもういよいよまあどうするかっていうところを決めなくちゃいけないフェーズにね来てるわけなんですけども、まあ今回の動画の中でまあ個人的にこのゲーム、まあこういうところがまあ事前情報だけど評価できるよねっていうところとか、逆にここら辺はちょっと懸念あるよねっていうところをまあいろいろねちょっと考えて話してみようかなというふうに思うんで、まあちょっとね購入の検討にぜひ使っていただけたら幸いですという感じで今回もやっていこうかなというふうに思うので、よかったらね最後まで見ててくれると嬉しいのでよろしくお願いします。さあというわけでやっていくんですけども、まあちょっとね軽くこのホグワーツレガシーというゲームの概要から話していきたいと思います。さあこちらのホグワーツレガシーなんですけども、発売日2023年の2月10日です。で、対応プラットフォームがちょっとねトリッキーになっていて、プレイステーション5と Xbox シリーズ SX に関しては今言った2月10日に発売するんだけど、プレイステーション4と Xbox One に関しては2023年の4月4日に発売します。で、スイッチでも発売するんだけど、スイッチに関してはもっと先の7月に発売となっているんで、かなりねプラットフォーム別で発売日変わっているんで、そこはねちょっと注意してください。で、まあホグワーツレガシーという名前なんですけども、このゲームまあ、ハリーポッターのね世界観を取り入れたオープンワールドのゲームとなっています。でね、ゲームの世界観的には1800年代なんですよ。で、ハリーポッターの世界っていうのがあれだいたい1900年代後半とか、まあ、2000年代とかがまあその映画内の世界観なので、その映画とかよりも全然前の世界観で繰り広げられるハリーポッターの世界観という感じのイメージで掴んでいただけるといいんじゃないかなと思いますね。開発がね、アバランチソフトウェアっていう会社で、過去にカーズのゲームとか、ディズニーインフィニティっていうゲームを作っていたりだとか、で、まあ本作の魅力なんですけども、やっぱりあのハリーポッターの世界観っていうところがオープンワールドで自由に楽しめますよっていうところが、まあ一番の魅力なんじゃないかなというふうには個人的に捉えています。さあ、というわけで結構もう前々から発表されていて、結構毎回ね、映像も出てくるたびに、いや、このゲームすげえなって言われていたりだとか、まあ本当にずっと注目され続けていて、まあ、満を持して発売となるので、もう注目度はめちゃくちゃもうすでに高いという、状態になってるんだよね。というわけで次はこのゲームここ評価できるよねっていう話をねしていきます。まずはやっぱりねキャラクリなんですよ。はい、結構細かくキャラクタークリエイトはできるような仕組みになっていて、先ほども言った通りね、このゲームハリーポッターの世界よりもだいたい100年ぐらい前の世界観なんで、もちろんだからハリーポッターとかもうロン・ウィーズリー、ハーマイオニー、グレンジャー、ネビル・ロングボトムとか今いろいろキャラクターいるけど、そういったキャラクターが生まれるもう100年ぐらい前の話なんで、そういったネームのキャラクターが出てこないんだよね。ということもあって、基本的に自分が動かすキャラクターっていうのはハリーではなくて、ちゃんとキャラクリしたオリジナルのキャラクターを動かせますよっていうところなんですよ。まあ、やっぱね自分の好きな見た目で自分の好きなキャラクターを作って遊べるっていうのはやっぱすごく大事なポイントかなというふうに思いますし、まあ、ハリーポッターに関して言えば全然まだマシな方だと思うんだけど、まあ、その主人公に感情移入ができない、主人公の見た目とかが好きじゃないよっていうと、そのゲーム自体に入り込めない理由のね、まあ、大きな要因となってしまうんで、まあ、そこはもうプレイヤーに委ねますよっていうのは、まあ、すごくいいなというふうにはね思ってます。さあ、そして次のポイントなんですけども、やっぱりオープンワールドですよ。まあ、今作のオープンワールドは結構手が込んでいるっていうふうに開発がちゃんと言っていて、まあ、とにかくまあどのぐらい広いんですかっていう質問に関してはもうとても広大ですというね表現を使って返しています。で、もう本当にその見える場所は全て行けるようにしましたっていう風に言ってるんですよね。なのでそのマップの広さっていうところに関してはもうかなり自信があるようで、もうここは多分大丈夫なのかなという風にも思いますし、まあ、そもそもやっぱりそのハリーポッターの世界観っていうところを自由にこう移動できるっていうのはやっぱワクワクしますよね。はい、しかもやっぱハリーポッターの世界なんで、まあ、泥臭くね道を歩いていくのではなくて、やっぱりほうきとか使って自由に空を飛んで行きたいところに行けるっていう、そういうシステムなんですよね。まあ、このオープンワールド部分のね完成度に関しては正直まだちょっとどのぐらい完成度高いのかなっていうのは分かんないけど、やっぱそのワクワク度合いっていうところはもう確実にあるので、ここはねちょっと期待したいなというふうにね思
思っています。さあ次なんですけども、戦闘がめちゃくちゃ面白そうなんですよ。はい、まあ、結構その映画のハリーポッター見てる方だったらわかると思うんだけど、ハリーポッターの世界観の戦闘ってめちゃくちゃあっけないんだよね。うん、基本的にこう魔法を飛ばし合うんだけど、被弾すると速攻死ぬっていうかなりシビアな戦いを映画の中では描いてるんだよ。だからなんかハリーポッターって言われても、やっぱそのなんだろうな、戦闘のイメージがあんまないと思うんだよね。でも今作のゲームでは結構そこちゃんとやっていて、めちゃくちゃそれ大丈夫みたいな、ド派手な魔法を結構その学生の間で飛ばしまくってるんだよね。大丈夫なのって思うんだけど、まあ、大丈夫っぽいんだけどね。まあそういう映像も見られていて、かなり戦闘に関しては気合が入ってるんじゃないかなというふうにも思いますし、あとはちゃんとねシステム面でもちゃんとしていて、まあその魔法をね回避する、ローリングして回避するようだとか、カウンターを狙いますよとか、まあ敵の攻撃に合わせて防御のね魔法を張りますよとか、そういったまあいろんな魔法を駆使して戦闘をこう有利に進めていったり、反撃を狙うっていう遊びはすごくこう面白そうだなっていうふうにも思ったんですよね。でまあ開発者が言うには、このゲームのね戦闘を作るにあたって、まあどうすればいいのかっていうところはすごい悩んだらしいんですよ。っていうのもまあ原作もねあんな感じだし、一体どうしたら戦闘っていうのをゲームにうまく落とせるのかなって思ったらしいんだけど、結果的にたどり着いたのは遠距離でやり合うフェンシングっていうイメージらしい。まあ、これはちょっとねなんか我々としてもちょっとイメージしやすいのかなと思っていて、まあ、フェンシングってこうお互いの隙をねうまくかわしながら付き合うっていうね、まあ、そういった競技なんですけども、まさにあれをゲーム内で魔法でやるみたいな、まあ、そういったのをイメージしてもらえると多分いいんじゃないかなっていう風に開発の方が言ってますね。まあ、ここは本当に素直にね個人的にも楽しみだなと思えるポイントでした。さあそんな戦闘なんですけども、その魔法選択の自由さっていうところもねあるみたいで、そのハリーポッターの世界っていうのがですね、この闇の魔術というその結構えげつない魔法がねたくさんあるんですよ。で今作にもそんな闇の魔術しっかりあるんで、まあ使いたい方は使えばいいんじゃないですかみたいな話をね開発者の方がしていて、まあ、ここら辺もちょっと楽しみだなというふうにね思いますね。まあ有名どころで言うとこうアバタケタブラとかクルーシオとか、もうほんと被弾したら絶対死にますっていうやばい激ヤバ魔法があるんだけど、まあそういったのを使えたりだとか、とにかくその魔法選択の自由度っていうところは結構あるのかなと思っていて、そういう話を聞く限りね、まあそういった面でも結構このゲーム楽しみにはしています。まあそして最後なんですけども、やっぱその舞台となっている大きな舞台はやっぱりそのホグワーツっていう魔法学校の中ですよね。ここの再現度がやっぱりすごく高いらしくて、まあやっぱそのホグワーツ魔法学校っていう映画で見たあのシーンの場所とか、まあそういったところをねしっかりゲーム内で再現してくれているであろうと思えるので、まあやっぱそういったファンの視点で楽しめる部分はたくさんあるんじゃないかなというふうにはね考えてますね。さあというわけで、まあ事前情報の中で分かっている、まあここはいけるんじゃないかなと思っている評価点に関しては以上となります。でまあ次にねちょっと懸念点の話をしていこうかと思うんですけども、まずはね開発の問題ですね。これアバランチソフトウェアっていうね会社が作ってるんだけど、まあ、開発実績として今までそのホグワーツレガシーほどの超ビッグタイトルっていうところをまあ取り扱ってないんだよね。まあ、直近で言うとそういうオープンワールド、めちゃくちゃ広い世界観を作ってっていうことをやっていたゲームっていうのがないので、まあその開発力っていうところへの不安っていうのが、まあ、まずはちょっとあるのかなというふうには思いますね。次にねこのファン以外は楽しめるのかなっていうポイントですよね。このゲームかなり前からやっぱ話題に上がってることがすごく多くて注目度も高いんですけども、じゃあ結局その僕ハリーポッターとか一回も見たことないし全然よくわからないんだけど、このゲーム買って楽しめるのかなって思ってる人は中にはねいるんじゃないかなと思うんですよ。で実際そういう人たちがこのゲームを楽しめるのかっていうのはまだちょっとわかんないかなというふうには考えてますね。とはいえですね、こうキャラゲーではないんだよね。っていうのもさっき話したように映画の世界観よりも100年前なんだよね。なので一応ハリーポッターという世界観ではあるんだけどキャラゲーじゃないから、まあ、これを機に普通にハリーポッターエピソード0として楽しむこともまあできなくはないんじゃないかなっていう、まあ、予想なんだけど思っていますね。まあ、ちょっとここら辺はまだまだわからないポイントなんで発売後ね詳しくレビューとかはしていきたいなと思います。さあというわけで今の話なんだけど逆を返すと、そういった原作のハリーポッターの方でいたネームドのキャラクターっていうのがあんまり出てこなくて満足度が低くなっちゃうんじゃないかな、ファンから見るとちょっと物足りなくなっちゃうんじゃないかなっていう懸念もあると思うんだよね。ここはマジでその通りかなと思っていて、まあ、結構やっぱハリーポッター自体がユニークなキャラクターありきでね構成されている、それありきで面白
白い話かなというふうに思うんで、まあそういったキャラクターがいないとき、このゲームのストーリーは一体どうなっちゃうのかなっていうところはね、思うところではあります。ただ一応インタビューとかの中では、映画にいたキャラで、かつその1800年代とかにいたキャラクターっていうのもやっぱりいるみたいで、まあそういったハリーポッターの映画を見ていたからこそわかるキャラクターっていうのも、まあネタバレになっちゃうからあんま詳しく言わないけど、いますよっていうふうには伝えていますね。まあその度合いがどんなものなのかわかんないですけども、まあ一応そういった状態になってるそうです。まあそして最後にね、オープンワールドの完成度としてどうなのかなっていうところはまだまだちょっとわかんないかなと思いますよね。今回のホグワーツレガシーにおいては、そのマップが広いですよっていうことをまあすごく言っていて、やっぱその広すぎるとまあちょっとハリボテ感があるんじゃないかなとか、結局マップの密度がね低いんじゃないかなとかね、そういった懸念もやっぱ出てくるんで、まあそういったところの完成度まではさすがにまだわからないなっていうところはあると思います。まあそんな感じで、ここまでの事前情報を見ていく限りの、いけそうだなって思うポイントと、ここは懸念だなっていうポイントをちょっとね確認していきました。まあ、僕はですね、やっぱ買おうかなと思ってますね。まあもともとずっと買おうと思っていたし、まあそれが延期を重ねてまあここに来てしまったっていうのもあるんですけども、まあ楽しみにしていたゲームでもありますし、まあそもそもやっぱハリーポッター好きなんですよね。前提としてやっぱハリーポッター普通に原作の本読むぐらい好きだったし、まあもちろんね映像化されたシリーズも全部見ていて、かつまあその最近のねファンタスティックビーストとかも多分見ていますし、まあこの世界観自体が好きなんでね、まあやって後悔することはないんじゃないかなって思ってるんで、今作僕は買います。はい、2月10日に発売となっているんで、まあぜひぜひ、皆さんの中でもね買うか買わないか、コメントを残していってもらえると嬉しいんで、よろしくお願いしますという感じで、今回はこれで終わろうと思います。この動画良かったよ、最後まで見ちゃいましたよっていうそこのあなたや、たまたまね検索とかおすすめからねたどり着いたそこのあなた、ぜひぜひチャンネル登録して応援してくれると嬉しいんで、よろしくお願いします。このチャンネルね、ゲーム関連の最新情報とかおすすめのゲーム紹介とかバシバシ動画投稿しております。まあ、皆さんみたいなゲーマーにね登録してもらえると、僕としてもモチベーション爆上がりしますし、あとはねいい情報をいち早くお伝えできるんじゃないかなと思いますんで、よかったらねよろしくお願いしますって感じで、最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ではまた。